エミリアーノ・アドリアン・インスー・アサパタは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身のサッカー選手。MLS ・ロサンゼルス・ギャラクシー所属。ポジションはディフェンダー。アルゼンチンのボカ・ジュニアーズでキャリアをスタートさせる。デビュー後その才能から、ロベルト・アジャラの後継者と言われるようになる。2007年1月1日に、リバプール FC に、レンタル移籍し、シーズン終了後に完全移籍した。 2008から09シーズンには、アンドレア・ドッセーナの不審も手伝って、出場機会を増やし、2009から10シーズンは、ファビオ・アウレリオの度重なる負傷により左 SB のレギュラーポジションを獲得したが、同時に経験不足も露呈しクラブの不審の要因の一つと言われることもあった。2010年夏には、イタリアのアッコフ・フィオレンティーナへの移籍が噂されたが、8月31日に、 トルコのガラタサライ SK にレンタル移籍した。2011年8月27日、ポルトガルのスポルティング CPE 完全移籍。2013年1月25日にスペインのアトレティコ・マドリードに完全移籍した。2014年9月1日、1シーズンのレンタルでラージョ・バジェカーノに加入した。2015年7月11日、 ドイツ分でスリーガの VFB シュトゥットガルトへ2018年6月までの3年契約で完全移籍した。2018年5月、契約を2020年6月まで2年間延長した。2020年1月2日、メジャーリーグサッカーのロサンゼルスギャラクシーへ完全移籍した。2007FIFAU-20 ワールドカップに招集され、アルゼンチン代表の全試合に出場した。 2009年ペルー代表戦で A 代表デビューした。ありがとうございます。